どう？準備できた？はい、できました。じゃあ、入るで。どうですか？変じゃないですか？うん、バッチリや思うで。よかった。これまでメイクとかあまりしたことなかったから。大丈夫、これやったら T セットのファンかて、はるかちゃんにメロメロや。あと、そろそろ時間やな。大丈夫、君やったらいつものレッスン通りやったらきっとうまくいくって。あんなに頑張ってきたんや、自信持っていこう。はい。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。ご機嫌いかがでしょう？タイム、司会のドルチェ神谷です。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。決勝の対戦形式はライブバトル。両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド、第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド、第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち見事優勝したアイドルには大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか？ OK！ そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和の取れたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来、飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中、連戦連勝のスーパーアイドルユニット T セット。百花繚乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディーゴー。
アルカちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？見事第一ラウンドを制したのは、沢村遥香だ。おめでとう、遥香ちゃんの魅力全開のライブだったね。はい、ありがとうございます。全てを出し切った、そんな感じの。めっちゃいい顔してるね。はい、始まる前はすごく緊張していて、でも始まったらワクワクした気持ちが抑えきれなくて、あっという間に時間が過ぎていきました。応援してくれたファンに一言どうぞ。こんな大勢の方の前で歌ったのは初めてだったので、すごく緊張したんですけど、観客の皆さんに選んでいただけてすごく嬉しいです。第2ラウンドも今日のパフォーマンスを超えられるように頑張ります。はるかちゃん、サンキューです。プレッシャーをうまく乗り越え、自分のものにしたはるかちゃんの今後の活躍が楽しみです。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 やったやん、はるかちゃん。すんごくええステージやった。このままいったら明日の第2ラウンドもきっと勝てるわ。本当ですか、よかった。そしたら蒼天堀に戻ろうか。ほんまは例の万田さんに一言挨拶しておきたいんやけど、全然携帯に出てくれへんのよね。やっぱりまだ怒ってんねやろな。そうですよね。そしたらこの後はまた昨日のレッスンの続きや。ただ収録の後で疲れたやろ。ちょっと気分転換してくるとええわ。僕は先に事務所に戻ってるから。ありがとうございます。じゃあまた事務所で。